皆さんこんにちは、ケンです。今日はこちら Amazon で買ったスタンド、こちらをこのキャノンデールのクロスバイクに装着していきたいと思います。スタンド本体とあとアレンジ何もできます。なので工具がなくてもできるっていう感じですね。じゃあ早速取り付けたいと思います。この3つのボルトはこの大きい方のアーレンキーでつけます。でこのちっちゃい方のアーレンキーは何かっていうと、ここですね。これは車種によって、このキックスタンドの長さをどうも調整できるっぽいんですね、このボルト1本で。そのためのアーレンキーです。そうですね、これでも自立するんですけど、気持ちもちょっとこの長さを長くしてやりたいなと。今ちょっと長くしました。どうですか？本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。